どうも、イリです。ということで今日はですね、このダルストの部屋にあったこの石像の裏に、どうやら加工へのね、裏道があるみたいなので、ここから行くところからやっていきたいと思います。なんか自分の知ってる場所に隠し通路とかあるのめちゃくちゃワクワクするよね。うちにもなんか隠し通路ねえかな？ねえか。まあ行きましょうか。そっちはこれシンクして、引っこ抜く。お、行けた。おー。え、肖像画が壊れちゃった。確かに待って。肖像画粉々になってもう何も残ってない。でもこれで父さんの言いつけ通り頃、きっといい機械だった頃、ここらへその34。形あるもの、いつか壊れる頃。それに今は道が見つかったことが大事頃。早速進んでみる頃。お、ということで、ダルストを一人で行っちゃったね。行きましょうか。お、向こうに道は続いてそうだけど、あそこまでどうやって行く頃？これダルストを運んでいかなきゃいけないのかな？こういう時は、ここらへその19。空を飛べないなら翼を持つものを利用すべし。翼を持つものを利用するってどうすればいい頃？すげえちょうどいいところにいます。でもさ、僕は翼持ってこれ行けるけど、ダルストお前はこっち来れんのか？ちょっと一旦まず一人で行ってみる？僕が。おい。あ、ゼルダさん。あ、ダメかも。すごい頃、そんな進み方があったなんて。僕もなんとか後で追いつくから先に行ってて頃。本当に来れる？大丈夫？信じるよ、じゃあ。先行くか。さあ、そして、ちょっとダンジョンっぽい感じになってるね。お、そしてこれは？溶岩に行く岩を覚えた。これ待って、コストいくつ？コスト4。高いけど、まあ、これ確かに足場にしていけば進んでいけそうだね。あー、で、溶岩吹き出るところこれ置いといけば、エレベーター的な感じで上に行けるようになるんだ。ダルストンちゃんと来れるか？ここまで。絶対心配。怪しい。なんだこの橋。絶対なんか出てくるぞ。そして、大きな岩。おーい、ゼルダさん。お、来た。ダルストンお前来れたのか？なんとか追いつけた頃。ん？このでっかい岩。道を塞いじゃってる頃、この道長いこと誰も使ってなかったし、どこかで岩が落ちてきたんだ頃、てんてんてん。ゼルダさん、トリーさん、ここは僕に任せて。お、またなんか見せてくれんのか。この岩の形でこの大きさだったら、角度と力を加える向きを考えれば、ちょっとなんかガリレオっぽいね。そりゃまさかのグーパン？まだ足りない。でもここまでは計算の範囲頃。この石板は父さんの残した道しるべ頃。だから石板がなかったら不安でいっぱいだった頃。でもゼルダさんたちに助けてもらいながら、あちこちお走り回っていろんなことがあって、石板の教えを守っていてもそれだけじゃ足りないこともあって、てんてんてん。ゼルダさんとトリーさんと一緒に行動するうちに分かった頃、石板に書いてあったことはすごく大事。だけど石板だけ見てちゃ立派な族長にはなれない。立派な族長になるには顔を上げて、僕なりの方法も見つけなきゃ。だから、見てて。お、え、石板はめた。ゴロンの王さんの心得、その56。おー、うわ、なんかこの岩を割ったと同時になんか自分の殻を割った。ダルスト、お前はきっと成長したよ、今。使えるものは何でも使え。だから、石板が良かったの？うん。父さんの残した道しるべも活かす。頭でっかちなりに学んだ知識も活かす。それが僕のやり方頃。それに父さんの言葉は全部頭の中に入ってる頃。さ、二人ともお待たせ頃。この先が加工頃。お、ついに加工。ダルストン何か変わったね。今までよりもずっと楽しそう。ありがとう。これはダルストンとダルストンのお父さんが開けてくれた道だね。拳大丈夫？それより。お、あ、めっちゃ広いところ出た。おー、あったあったあった。あったけど、あー、めっちゃ大きいね。こっからじゃあいよいよ本番か。よし、それじゃあ、取り行くか。調べる。よいしょ、よいしょ。ふぅ。ここがゼルダさんたちの目的地。中にはまだ帰ってきてない仲間もいる頃。なんとかしたいけど、ここを真ん中に裂け目、オリリン火山に広がってる。もしダルストンの仲間裂け目に飲み込まれてたら、裂け目を消せばみんな帰ってくる。でもここからは僕たちしか進めない。ダルストン、ここで待ってて。ん？あ、わかった頃。何もできないのはもどかしいけど。ゼルダさん、トリーさん、みんなを助けてほしい頃。じゃあ、裂け目の入り口開くね。ゼルダ、ちょっと下がってて。さあ、ということで開きました。ちょっと着替えるか。せめて、最後ぐらいは、ちょっと、ね、姫様らしく、猫の服でいきます。よ、じゃあ行くか。さあ、ということで来ました。オルディン火山の目。てかなんか、マグマ止まってないこれ。すごい、マグマの動きが止まってる。いるね、敵。これ潰しとか。潰せるね、これ。あ、これ潰す、あ、まあ、潰せるけど意味、殺せはしないのか。あ、見えてきた、見えてきた。これがダンジョンか。今まで建物みたいな感じだったけど、ここは洞窟になってるんだね。オッケー、行くか、じゃあ。さあ。てか、大丈夫？リンクとか出てこない？なんか、今までもリンクとか出てきてたからさ。仲間たちの気配だいぶ近づいてきた。このまま奥まで進もう。ちょっと入り口の温泉でね、少しだけ温まっていくか。あ、でもね、ダンジョンそんなに大きくなさそうだね。3階建てで、なんかすごい狭く感じる。なんか他のやつがめっちゃ広すぎたよね。うわぁ、すげぇ、あ、なんだ？地面浮いてきてる。あ、チビロックも登場した。あ、なるほどね、これマグマ、上がったり下がったりしてんだ。危ねえ。危ねえ。そしてこのチビロック全員倒すんかな？チビドック同士やらせるか？お前らやれんのか？あ、
なるほどね。これマグマの中入ってる時は攻撃できないんだ。すごい乱闘になってる、乱闘。ナイス。あれ敵全員倒したけど、これ扉開かないな。なんだこれ、真空で持ち上げて、あースイッチあった、スイッチありました。ほい。さあ、ということで上行きましょうか。待てよ、ここはどうやって行けばいい。ジャンプしながら、いやー待って無理だ。あっちまでジャンプで行ける。よいしょ。あーギリギリ行ける。ここマグマ出てこないのか。待てよ、どうやって行けばいいんだ。ジャンプで届くか。行きます。ほっか。出すものをメガドンとかにするのかな。あ、メガドンダメだ。あ、見て、チビロックなら浮くのか。チビロックも一応足場にできるんだ、こうやって。チビロック一体出して、で、もう一個も出して、で、こっちのチビロック回収、うわ、回収したいんだけどな。いや、一回回収しなくて。で、このまま床ビュンで行くか。あ、でも待って、床ビュンコスト3だからこのまま使ったら、ダメだよね。一瞬でクローリー出して、いや、意味ない、捕まっても。え、むずくない？これ、どうすればいいんだろう。クローリー出して、クローリーに、文系で行ってもらうしかない。あ、惜しい。めっちゃ惜しい、今の。あ、そうそうそう、そうそうそう、いけた、いけた。これどうやって行くのが正解だったんだろう。わかんねえ。ありがとう、でも、クローリー。今のところが一番難しかったよ、多分。あれはどうやって取る？あの宝箱。どっちの道も炎の風が出ちゃってて。これいけないな、どうやって行く？メガドンはこれ弱いかな。あー、ダメか、食らうか。重いわー、置いても。あ、わかった。これさ、僕の真上に出せないかな。あー、出せないか。あ、でもそれで言ったら、こっちをシンクして、こう行けばいい。あち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 。あ、てか、宝箱シンクできる。それアリスか、それ。OK、じゃあ2階探索していこうか。2階は、何この部屋？ひび割れた。しかもなんかムービー入ったよ。何？待って、怖い、リンクじゃない？うわ、出てきた、リンク。ダークリンク。爆弾持ってる。あ、え、めっちゃ爆弾飛ばしてくる。剣のリンクとさ、弓のリンク戦ってきたじゃん。今回は爆弾だ。オッケー、行ってやれ、クローリー。リンクの金全部絞り取ってくれ、お前らが。あ、なんかさ、今、ボム銃みたいなの持ってた。あ、ボム銃持ってるよ。オッケー、剣盛りいけるか？ナイス。え、ボム中、あれ、ボム中だったっけ？リンクが持ってた爆弾って。なんか、時岡で見たもの結構多いね。このリンクの目の前で、剣盛り出してあげれば、一発すぐ攻撃与えてくれるからね。お、倒しました。お、そして、なんだ？爆弾だけ残してった。剣モードのゼルダも爆弾使えるようになるのかな？調べる。おー、力の爆弾を手に入れた。剣士モード中 A で爆弾使える。そっかそっか。え、じゃあこれでさ、あれだよね、一番最初のリンクが使ってた能力は全部使えるようになった。僕全然剣士モード全く使ってないんだけどね。マジでもったいぶって、本当にずっと使えてないんだよな。あとはボス部屋の鍵ゲットするだけだな。とりあえずここに2つあるからこれだけ見ちゃうか、さっき。さあ、まず1個目。これはなんだ？あ、ギーヌピーか。あとは、この部屋の上。うわ、待って。嘘でしょ。お前、ここに出てくんの？最悪だわ。いや、こいつ、未だに倒し方わかんねえんだよな。リザルボスとかってどうなんだろう。相性、いい？悪いか？炎でも、あ、食らわない。炎食らわないけど、あちゃ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 。やばい。私、寝たいです。あ、でも、リザルボスさん、攻撃食らわないけど、ちょっと機動力に欠けてるかも。ほら。うん、なんか惜しい。ちょうど消えるのよ。攻撃仕掛けるタイミングで。そしたらさ、リーデットとクローリーとかのその飛び系の、え、待って、リーデット効かない。ガチでさ、強すぎんこいつ。もうだからこれクローリーで戦うしかなくなるのよ。ナイス、オッケー。さあ、全部倒しました。ちょっとマジでこいつのさ、正しい倒し方教えてくれ、みんな。なんだここ。あ、でもここの宝箱怪しいな。ここかな。よいしょ。あった、ありました。ボス部屋の鍵ありました。さあ、あとはこれを取るだけ。 OK、 オープン。ありがとうございます。大きな鍵を手に入れた。お、なんだ。え、待って、うわ、待って、嫌な予感すると思った。マグマ上がってきてるわ。ちょっと待って、僕強制スクロール結構苦手なの。え、待って、これさ、はしごなんかめっちゃ壊れた。ちょっと待って、落ち着いて。メガドン、メガドンだったらこれ上いけるか。いけるいけるいける。あぶねえ、あぶねえ。あ、待って、まだ来んの？あ、来ない。あ、よかった、ここまでか。さあ、ボス部屋の目の前まで到着しました。ということで、じゃあ行きたいと思います。ボス戦、レッツゴー。お、下か、怖。行きましょうか。ほい。さあ、誰が出てくれ。あ、待って、これさ、もしかして、うわ、バルバジア。見た目だけで言ったさ、バルバジアにそっくりなやつ。あ、バルバジアだ。
こいつもさ、時岡の炎の神殿のボスだったよね。待って、時岡の時のバルバジアってどんな弱点だったっけ。待って、何なんか撃ってきてる。何これ何これ、あれかな、あのなんか数珠玉みたいなやつが弱点なんかな。とりあえず近づいて普通に、そう、体が攻撃当てられるのか。じゃあ僕がこれ気引いてるうちに剣盛りに倒してもらう。ナイス、いいぞいいぞいいぞ。あ、潜ってっちゃった。あー、そして中行き始めたよ。さあ次はどうくる。穴何個ぐらいあるんだろうこれ。今のところ2個しか見えないよね。じゃあ煙をこれ端っこに置いといて、僕が気を引きつける。これ怖っ、何これ、元気玉みたいな。次こっちか。あ、いや違う、え、そこ、ちょっと待ってね、あの位置だと煙さすがに届かないな。チビロックか、チビロックにやらせるか。いけるか、チビロック。チビロックって何、マグマの中ってさダメなんだっけ。何をモジモジしてんのお前ら。そこでダメだ、こうなったらクローリー出すしかない。ナイス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 。待って、この緑の玉さ、ワンチャン剣って打ち返せるのかな。やべえ、ちょっと足場が悪すぎる、近づけない近づけない。待って、今のうち今のうち、クローリーたち行ってくれ。ナイスです。これ剣で打ち返せるか試してみるか。あ、全然打ち返せない。クローリーってさ攻撃力やっぱ低いのかな。結構ね攻撃与えられてるんだけど全然死なないね。さあ僕が今のうちに気引いているから、ナイスマジでこの戦法でいいのか、こんなクローリー戦法で勝っちゃっていいのか。最後ちょっと近場の穴になってくれたら剣士モード使って一気に攻めたいよね。そろそろでもこの穴ら辺から出てきそうだけどな。そっちか、そこさ足場が、いや待てよ、足場出すか。じゃあ足場これ出して剣士モードになって、もう一気に詰めよう、一気に詰める。お、終わった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 。え、何、え、あ、どうした。これ首についてるあの緑色の地図みたいなやつ割らないと倒せなかったんかな。オッケー、まあでも無事に倒せた、ちょっとわかんない、あのままクローリーでやり続けてたら一生割れなかったのかな。さあ元通りになってた。仲間たちが僕に力を分けてくれた。あ、これでようやくレベル上がったついに上がりました。おー、そして、ウィズローブが出せるようになったね、僕ね。僕できること増えたみたい。トリの髪の毛がさらに増えた。ただまだライネルは出すことができない。お、なんだ？何？姫巫女よ。誰だ？そなたの力が、無に飲まれしこの地を解き放した。我は女神ディーン、世界創造の僧、三女神の人柱なり、自らの力を示したそなたに我が証を授けん。そっか、そういえば三女神の地だもんね、ここ。おー、ディーンの証を手に入れた。それは、そなたの行いを称える証。すべての女神に向き合った者には、大いなる力への道が開かれる。残るは二つ。忘れるなかれ。そなたの力は、いずれその身を助く。おー、消えてた。すべての女神に向き合った者には、大いなる力への道が開かれる。女神様に自分の力を示さないと、大いなる力への道は開かれない。じゃあ敵は大いなる力をまだ手に入れてない。だから敵は僕たちの邪魔をするために、女神様を裂け目に閉じ込めた。敵が恐れる大いなる力って、一体どんなものなんだろう。すごい、トリーの説明がわかりやすい。助かる。もうここの無の世界に用事ない。ゼルダ、元の世界に帰ろう。さあ、戻ってきたよ、ダルストーン。ゼルダさん、すごいから。あんなに大きな裂け目が消えちゃったごろ。みんなも戻ってきてるかもしれないごろ。ゼルダさん、一緒に帰ろうごろ。ん？お、シルジーと、ゴルジー。すごい、みんな駆け寄ってきてくれた。怖いってもう。時岡のあのリンクのことがあるから、ちょっともう寄られると結構怖いって。胴上げしてくれてる。そういえば猫の話まだ聞いてないな、ダルストンに。猫の話聞かないと。ひゃー、胴上げなんてされたの生まれて初めてごろ。いなくなってたみんなも元に戻ってきて本当によかったごろ。ゼルダさん、トリーさん、実は二人と出会うまで族長になってことをちょっとだけ後悔してたごろ。でも今は違うごろ。自分なりのやり方見つけられたと思うから、これからは二人がいなくてもみんなを導けるように頑張るごろ。ゼルダさん、トリーさん、たくさん助けてくれてありがとうございましたごろ。ダルストン、ちょっと来てくれごろ。呼ばれてるみたい。それじゃあ僕は戻るごろ。はーい、今行くごろ。またいつでもゴロンシティに来てほしいごろ。みんなで歓迎するごろ。ダルストン、初めて会った時と変わったね。最初は迷ったりすぐ考え込んでたけど、今は堂々としてみんなもニコニコしてた。これが頼りにされるってことなんだね。オルディン火山の裂け目消せてよかったね。でも女神様から与えられた証って何なんだろうね。あとはフィローネ出現と霊宝ラレールの裂け目だね。ゼルダ、一緒に頑張ろう。おー、ということでメインチャレンジ、オルディン火山に現れた裂け目無事クリアしました。あ、
なんだあいつ。ちょっと待って、めっちゃ気になるやついるけど。なんとかここまでたどり着けた。念願の温泉はもう目の前。でももう疲れて動けねえ。いやもうすぐここであって、本当にすぐ目の前なのに。さあ、ということで、今回のパートはここまでにしたいと思います。次回、ちょっとメインストーリー進めるかわかりませんが、また続きからやりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画を見てください。バイバイ。